今予算を湯水のように使えるとしたらどんな企画をやりたいですか。どうでしょう。どうでしょう。T.V. とかの番組に関わらずと。あの今ねもう予算は湯水のように使えるんですよ。なるほど。今や今や。それはもうなるほど。じゃ湯水のように使えるとしたらどんな企画をやりたいですかって。多分ね僕らねどうでしょうやってた時もお金のこと考えてなかったんで。じゃベトナム行くとか。 最初オーストラリアですけどオーストラリアの時点でもう普通でいうとローカル局でありえなかった企画なんでだから湯水のようにとまではいかないにしても使ってはいましたからやりたいことはもうやっちゃったっていうかやってましたからお金で考えたことがないっていうのはあるんですよねだってヨーロッパ行きたいって言ったらヨーロッパ行ってましたからねうんいましいですね 高評価お願いしますあと動画もたくさんなるべく再生してくださいコメントもどうぞえコメントを書かないと僕ら、はい、YouTuber や,やめちゃいますよ